ルイス・フェルナンド・テナは、メキシコ・メキシコ式シ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。2010年から2013年まで、指導者として、メキシコ代表に携わっていた。兄のアルフレード・テナも元サッカー選手、現サッカー指導者であり、ルイス・フェルナンドのアシスタントコーチを務めたことがある。アルフレードの息子、アルフレード・オマール・テナもサッカー選手であり、ルイス・フェルナンドから見て、老いにあたる。 1994年から1996年には、クルス・アスルの監督を務め、1996年から1997年には、エストゥディアンテステコスの指揮を取った。1997年には再びクルス・アスルの監督に就任し、インビエルの1997でプリメーラ・ディビシオン優勝を果たした。2000年には、モナルカス・モレリア監督に就任し、インビエルの2000で、 再びプリメイラディビシオン優勝を果たした。その後はサントスラグナ、ハグアレスでチアパスの監督を務めた。2006年から2007年にはクラブアメリカを率い2008年3月16日には再びモレリア監督に就任したが、2009年2月20日に解任された。同年5月6日には再びチアパス監督に就任。 ビセンテナリオ2010序盤戦は低調であり、2010年1月初旬にチアパスの職を離れた。ロンドンオリンピック北中米カリブ海予選で優勝して本大会出場を決め、2012年のトゥーロン国際大会では圧倒的な攻撃力を見せて優勝。2013年には U-23 メキシコ代表を率いてロンドンオリンピックに出場したが、 国内クラブでプレーする選手を中心としたメンバー選考などから全評判はさほど高くなかった。しかしグループリーグでは韓国、ガボン、スイスの組を2勝1分の1位で通過し決勝トーナメントでは準々決勝でセネガル準決勝で日本決勝でブラジルを破って金メダルを獲得した。メキシコがオリンピックのサッカー競技でメダルを獲得したのは 初めてである。同年9月、ホセマヌエル・デラ・トーレ監督が退任した、メキシコ英代表の暫定監督に就任し、2014、フィファワールドカップ、北、中米カリブ海予選のアメリカ戦の1試合の見識を、取った。その後は、ビクトル・マヌエル・ブセティッチに、監督の座を譲ったが、ブセティッチ監督も早々に解任され、大陸間プレーオフは、ミゲル・エルエラ監督が指揮を取った。 2016年1月29日、チリ代表の監督に就任したフアン・アントニオ・ピッツィの後任として、クラブレオンの指揮官の座に就いた。ありがとうございます。